アールの時点ではちょっとアニメっぽすぎたので、あんまりこれにこうリアルに恋愛をするっていう気持ちになれるのかなっていう疑念はあったんですけど、いざやってみたらものすごいときめいたし、まあ、それはちゃんとそのキャラクター一人一人に、なんだろう、シナリオをやり込むことでちゃんとリアリティも出ていて、まあ実際に、まあ実際の男性に感じるよりも、まあときめくこともありますし。パートナー選びを失敗したなとか、そういうふうに思っていたりすると、新しい恋愛をする、リアルの恋愛をするっていうのは、あまり許されていない、社会的に。じゃあそのモヤモヤをどこに吐け口を見出すかって言ったら、やっぱり二次元の世界、恋愛ゲームだったりとか、恋愛漫画だったりとか、まあ、恋愛コンテンツに見出してるんだと思うんですよ。女性がすごく理想の恋愛っていうところを描いているので、そこにまあ余計なものは排除するというか、もうそこに没入できるように、ハッピーエンドも、選択してますし、あとはそういったライバルっていうのも省いて、気持ちよく恋愛をしていただく、のめり込んでいただくっていうところを大事にしています。